パンがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。ロマンシングサガ、リユニバース、3周年おめでとうございまーす。てなわけで本日でロマサガ RS は3周年、3歳のお誕生日を、迎えました。こんなにめでたいことはないですな。これからも、楽しませていただきますぞ。さて今日が3周年本番ということで、本日から、復刻ロマンシングフェスト、新キャラのキャンディーがピックアップのウルトラデラックスガチャが、開催でございます。さあそれでは今回もやってまいろうじょのいこ。祝、12月6日で、3周年、ウルトラデラックスガチャの、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。こちらで実装されましたスタイルは、新キャラのキャンディーのみ、他は提供割合 3% の、中に今年の3月31日までに、登場した、ウルトラデラックス限定スタイルが、闇鍋で入っているガチャでございます。そして3周年のガチャは、かなり良心的な仕様となっておりまして、天井まで回せばピックアップのキャンディー以外の、スタイルとも交換できるという神仕様。それは復刻ロマフェスの方も、同じでございまして、2018年と2019年、2020年、2021年3月までの、ピックアップ以外の限定スタイルと、交換することが可能です。しかも SS だけじゃなくて、S や A のフェス限スタイルとも、交換可能。これはかなりありがたい仕様変更でございますな。できれば2周年の時にこの仕様にしていただきたかった。というのが正直なところですが。てなわけで天井まで回せば、対象のスタイルを確実に、ゲットできますので、この機会に回してみるというのもいいかも、しれません。と話が少し逸れてしまいましたが、早速キャンディーのざっくり性能チェックと行こうじょのいこ。というわけで、今回 SS スタイルとして、実装のキャンディー、コットンに続いてロマサガ RS のモフモフ枠として、実装でございます。3周年イベントから開催の、リアム編で早速登場した可愛いやつですな。そんな感じでリアムくんに少し遅れてウルトラデラックス限定スタイルとして、登場のキャンディー。果たしてその性能は、いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力が 95% プラス17、素早さが 108% プラス11とかなり高め。体術スタイルとしては十分なスタイル補正値でございますな。よくお釣りを忘れてくるみたいですが、知力は 86% と、高め。他は体力と精神がそこそこといった感じでしょうか。ちなみにスタイル補正の合計は 565% となっております。スタイル補正の合計値はかなり高いスタイルのようです。キャンディーのアビリティについて、攻撃命中時、自身の HP を極小回復かつ BP1 回復の、吸収の連機1、ターン開始時に確率大で、ダメージブロックを1ターン付与するふわふわガード。ダメージブロックの効果は非ダメ 100% カットとなっております。余ダメ極大アップのテンションアップ6、余ダメは常時プラス 30%。極小ですが自身の HP を回復しながら戦うこともでき、BP は実質毎ターン4回復、ターン開始時に自身に 37% の確率で非ダメ 100% カットを付与できるので、高難度攻略でタゲを集めて耐久するという使い方もできますな。キャンディーのスキルについて、BP2 で使える威力打ランダム2回単体攻撃の、ブローキック。BP5 で使える D 力打全体攻撃のキャンディードロップ。こちらは腕力デバフ中の、おまけ付き。BP9 で使える D 力打単体ディレイ攻撃の、スイーツパーティー。こちらは HP 回復中と、自身にモラルアップ大付与の、おまけ付き。そしてその後、追撃でローリングドライブが、発動。ローリングドライブは SS 威力打単体攻撃、スイーツパーティーの技ランクで、発動とのこと。単体運用は開幕からスイーツパーティーを、使って、モラルアップ台が乗ったローリングドライブで、攻撃。アビリティのおかげでスイーツパーティーを、使ったターンは、スイーツパーティーとローリングドライブで、BP に回復。実質 BP5 回復となります。そこから手動ならブローキックで、BP を貯めながら攻撃。
BP が溜まったらスイーツパーティーで、攻撃のループが可能、ブローキックが BP2 で威力かける2とかなりコスパのいい技でして、さらにモラルアップ代も乗るので、継続火力はかなり高いのではないかと、思われます。全力オートでの単体運用なら S スタイルからキックアッパーを、継承して、キックアッパー、ブローキック、キックアッパーのループといった感じですかね。こちらもモラルアップ台が乗った S 威力からの、E 威力かける2攻撃と、火力は結構高めです。ただ継続火力は、かなり高めなのですが、開幕単体火力技が、リレー技のため、単体ボスの高速周回には、向かないというのが玉に傷といったところですな。しかし高難度クエストやスコアバトルなどでは、高い継続火力と HP 回復による高い耐久力で、活躍してくれそうです。全体周回運用は S スタイルから連機剣を、継承して3ターン連続打属性全体運用が、可能。一応全体周回での、打属性引率役もできそうな感じです。こっちのスタイルが覚えるキャンディードロップは周回で、使うというよりは、複数敵が出現する高難度、クエストでの腕力デバフ役として、使う感じですな。知力も結構高いので、デバッパーとしても活躍が、期待できそうです。S スタイルから体当たり継承で、追憶の幻想上の苦人 C でも、スタン付与役として仕事もできます。新章開幕から少しだけ遅れてウルトラデラックス限定スタイルとして、登場のキャンディー。全体運用は3ターン連続全体運用が、可能で全体周回引率役として、使える感じ。ただ良くも悪くも全体引率役としては、普通なのがいまいちなところですな。開幕瞬間単体火力は高いですが、リレー技のため単体周回には、向かないのが残念。しかしキャンディーは高難度クエストでこそ性能を、発揮するといったスタイルですな。高難度クエストやスコアバトルでは高耐久の、単体継続火力枠として、活躍できそうです。また火力面以外でも全体腕力デバフ付与役や、スタン付与役などと仕事できる範囲が、広く、アビリティでは 37% の、確率で自身にダメージ 100% カットを、付与することができ、ダメージカットと自身の HP 回復を、活かして耐久することができ、高難度での耐久戦でかなりの、活躍が期待できることでしょう。デザートランスカイア宝剣部の陣の真ん中が、似合う可能性の獣ですな。というのが、今回実装された新スタイル、キャンディーについての私の、感想でした。それでは今回のガチャ、引くべきか否か私の意見ですが、キャンディーは確保しておくべきというのが、私の意見です。高難度クエストでの火力枠剣盾役として、活躍することができ、一応普段の周回でも、全体周回引率として、使うことができて、かなり優秀なスタイルだと、思います。それにこちらも新章の RS オリジナルキャラということで、今後新スタイル追加が見込めるので、確保しておいて損はないスタイルでしょう。以上、祝、12月6日で、3周年、ウルトラデラックスガチャ、新スタイルざっくり性能チェックの、コーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。